はい、一応ですね、前半がちょうど50だったんですね。ぴったり50。そう、ぴったり50。ただ、パットが15だったんですよ。逆にすごいですね。どんだけショットが悪いなっていう話ですよ。はい。そうなんで、まあ今回はね、まあ今回もちょっとパットね、そう、この前行きゃ30って、おいおい、やばいよってね、そうですね。いうぐらいいいんで、ショットをちょっとね、修正してきて、はい、まあまた後半もね、いいスコアで。まあ、最低限100ギリは当たり前。はい。うん、だから、ちょっと45位以下出したいですね。そうですね、まあ、全然いけますね。パットは継続してやっていきたいと思います、はい、左、ワンペナか右 OB なんで、まあ右は絶対ダメというところで打っていきたいと思います。はい、はい、もういいですか。すごいじゃない。いいよ。はい、 OK です。はい、その通り打ってって今度は45以下で割ってください。はい。あー、これは入っちゃいましたね。でもそれほどからホームできる可能性十分あるんです。ありがとうございます。右ダメって言ったのに吸い込まれましたね。吸い込まれたな。言ったはいいけど、なんかね、あんまり意識してなかったな。ダメか。はい、OB だったんで、こんな広いのに、こんな広いの OB だったんで、はい、前4ですけど、残りがね、140ぐらいですね、はい、140ぐらい手前バンカーなんで、ただね、ちょっとライン悪いんですよね、ちょっとね、だから、そうですね、9番でいきます。はい、はい、左。止まりました。うん、止まったんだけど、奥、あのが、ね、あの崖の奥か手前か、どっちだろう。さあ、どこかな。奥行っちゃってるかもしれんな。それで130でしょう。どうかな。ここのショットの精度がちょっと悪いな。ちょっとな。上で止まってると思うんだけど。ありました。上でした。こんな位置に。いやー、なんかこういうのばっかだね。そうですね、今日はね。まあ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 、ここもアプローチで転がします。はい、はい、これ落ちるんですよね、ここ。いやー、いきなり後半やっちゃってますね。うまい。おお、うまい。ちゃんとカットリー、な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 んとカットリー。ブラインドになっちゃってるんで、あそこのちょうど多分このまっすぐでいいかなって感じですね。はい、そう、このまっすぐめがけて打って、右が OB なんで、さっきもそうだったんですけど、ちょっとここは同じことを2回やっちゃいけないですね。はい、はい、ナイスショップ。オッケーだけど、さすがにオッケーだよな。見えねえ。あのぐらいだったら大丈夫ですかね。あ、右奥がちょっと心配になっちゃって。確かに。そうそう、9ホール目もそうですもんね。なんかあるなと思ってたらなかったし。そうそう、なかったしさ。そう、見えないとかはやっぱね、行くまで分かんないですからね。確かに。ライはどうですか。うん、ライはまあ言うほど悪くはないね、うんうん、まあ、若干ね、左足上がりだけど、はい、うん、そこまでの傾斜はない。そうだからまあそんなに気にせず、はい、うん、打てるかなっていうところで2打目、はい、そうで、ここパー4なんですけど、ちょっとね、430ヤードで距離が長いんで、まだあと185ヤードあるんで、はい、5番ユーティリティで、はい、はい、いきます。
いや開けてていいですねここは。右行くか。いやちょっと左行ったけど。あ届いてないですね。あ届いてないね。あちょっと手前。そうですね。あぶねちょっとだいぶ左行っちゃったかなと思ったけど。やっぱユーティは結構まっすぐ目に行きますね飛びは。そうだね。だからアイアンとかさ、はい、9番とかより精度いいよね。そうですね、まあ、今日の方が今のところ普通にいいですね。そうだから多分20ヤードぐらいかなずれてるのが、で得意な距離なんであとはそう、はい、ここまで行っちゃうよね、はい、残り200ヤードぐらいでまあまあこんぐらいの精度だったのね。そうですね、やっぱりね今日まあパットで課題でリベンジっていうね、企画ですけど前回パット45だったんで、はい、やっぱねちょっと今日に関してはショットがね。そうですね、ショートアイアンミドルアイアンのねショットのこの精度が悪いんでそこもねちょっと課題に入れない。この距離はねいいよ。ベタコスの距離ですからね。この距離は合うからね。案外でも近かったですね。もうなんか思ったより。そうだから残りこれどうだろうな30ぐらいかな、はい、30ぐらいなんでちょっとログショットでビタ止めですね。ビタ止めで。悪くないね。悪くないです。オッケーオッケー。でここの距離ちょっとね今回調子いいんでパッと。はい。ここ決めてきたよな。そうですね。ここはもうベタッと。そう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 。パーパットですね。ほぼまっすぐと見ましたね。ぼちぼち。この距離をね入れときたいんだよ。ここ大事。うわあ曲がんなかったか。フックだね。ああ足らないか。ちょっと弱くされたか。オッケーボギーボギーエスボギーオッケー。弱かったからな今ちょっと垂れちゃったよな。そうですね。だからあんぐらいの距離もうちょっと右向いて打たないと。もしくはもうちょっと強く打つ。そうですね、パットの精度上がってるんで安心感やっぱありますね。うんね見てる方もやっぱり、ね、あこのぐらいだったら入るか、まあ、もうちょっと残すぐらいかなっていう。パー3でちょっとね長いんで180ヤードでちょっと上げてるんで5番ユーティリティで、はい、はい、行きたいと思います。でピン一直線だとちょっと右行くとバンカーあるんで若干左ですね。左、だいぶやっぱ手前でしたね。そう、5番ユーティで正解でした。はい、ちょっと上げてるんであんま飛んでない。ぼちぼちですか。ぼちぼちですね。まあこんぐらいのね距離のパー3はちょっとしょうがないかな。残りまあでも40ないかな。そうですね、でも若干ちょっと2段グリーンっぽく下ってるから、はいね、ちょっと浮かせます。はい、はい、あ右行っちゃったか。強いか。結構来ましたね。ここのダボは。いやー、おー、ナイスショー。
おナイスショー、ナイスオッ、オッケーオッケー、おー惜しい、ナイスタッチ。